ドルチェクラシックチャンネル、おはようございます。坂口かすみです。すだちが出始めました。半分に切るとパーッと爽やかな香り、焼き魚や冷ややっこにたった一切れ添えるだけでごちそうマジック。小さくても大きな存在です。日曜の朝はドルチェクラシックチャンネル、管楽器の音色があなたの朝に彩りを添えます。ゲストには音楽にまつわるお話を伺います。心地よい朝をご一緒に、ドルチェクラシックチャンネル。この番組は管楽器の専門店ドルチェ楽器の提供でお送りします。確かなものを心ゆくまで、世界の名器をあなたのもとへ。管楽器の専門店ドルチェ楽器は、圧倒的な品揃えであなたに合ったパートナー選びをお手伝いいたします。 AM1008 FM933 でお届けしています。 ABC ラジオのドルチェクラシックチャンネル、今朝はオーボエ奏者で指揮者の河野正隆さんにお話を伺います。河野さんは大阪音楽大学を卒業後ドイツに留学、フライブルク音楽院でハインツ・ホリガー氏、ハノーバー音楽院ではインゴ・ゴリツキ氏と名演奏家に師事されました。帰国後、関西室内楽協会大阪チェンバーオーケストラを設立、代表をお務めです。1976年から始めたチャペルコンサートは現在までに435回を数えています。また京都南山城村を拠点とする山並グリーネ管弦楽団の常任指揮者をお務めで、山並木津川国際音楽祭のディレクターとして長年にわたりご尽力されました。河野さん、おはようございます。おはようございます。いよいよ来週になりましたね。木曜日になりました。チャペルコンサート、はい、大阪天満教会再開ですね、はい、どれぐらいの期間延期といいますか、お休みされてました？そうですね、2月までチャペルコンサートをやって、その後3、4、5、6、まあ7、8は毎年2ヶ月の休み取ってね、年間10回のチャペルコンサートなんで、はい、4ヶ月休みなんかね。ファンの方も多いチャペルコンサートだけに、なんかお声はかかってるんじゃないですか？そうですね、やっぱり開催してほしいという声はありますけれども、これだけはもう本当にね、我々ではどうしようもできなくて、はい、まあ、ある程度収まるまで、ね、まあ、待たないと仕方ないので、やっと5月24日の演奏会にこぎつけるかなという、まあ、でも練習は なんか新鮮でいいです。そうですか、まあ、気持ちも新たにということになりますけど、先ほどおっしゃったように年間10回はそのチャペルコンサートをしてらっしゃるということなんですけれど、これそもそも始められたのが関西室内楽協会ができた年で、もともとはチェンバーオーケストラという名称ではなかったんですね。そうですね、アンサンブルアルフィーネという名前で、まあ、アルフィーネというのは最後までということで、はい、続けるとこまで続けようと思ってつけた名前です。でも、はい、続けるだけ続けようと思ってつけられたお名前ですけれど、はい、これだけ長年にわたって回数を重ねるその室内楽協会っていうのは、かなり稀有な、日本では珍しいんじゃないですか？そうですね、あと僕の師匠でもあるテレマンサンブルのノブさん、ノブハラさん、竹原、はいはい、さんが、僕らよりも10年近く前からやってます。僕はちょうど大学1年か2年の時に始められたので、そこについてぐらい長いですかね。そうですね、まだ目指せという上がいらっしゃるわけですね。そうですね、はい、そもそもその室内楽を大阪の地でやろうと思われたのはどうしてなんですか？やっぱり信原竹原さんの影響が多いです。やっぱり大学時代に信さんがやられてたのを手伝ってたので、はい、それを見て育ったっていうのがもう正直なところです。それと室内楽が大好きだということですね。室内楽の魅力っていうのはどういうところにあるんでしょう？
やっぱり音楽家の寿命っていうんですか、長く吹き続けるためにはオーケストラだけじゃなくて室内楽がものすごく果たす役割が大きくて、音楽も自分たちで作れますし、まあ、指揮者がいてないのでね、はい、であと選曲もものすごく自由だし、場所もまあ10人ぐらいのとこから、まあ、喫茶店でもできるし教会でもできるし、あるいはもうちょっと大きなホールでも250人ぐらいのホールでもできますし、ものすごく多岐にわたって、まあ、機動力ものすごくありますよね。その関西室内楽協会で、はいはい、河野さんが一番大切にされてきたことというのは、やっぱりお互いを尊重するということが、まあ、室内楽音楽やるには一番大事なんですけども、大きな編成になるとどうしても気迫になりがちですけれども、室内楽の場合はもうすぐ関係が密ですよね、うん、だからまあ人間関係というのがものすごく大事になってくると思います。技術よりもやっぱりまず僕はまあ人間関係ですが、そういうのを一番大事にしてます。いい室内楽っていうのはまず人間関係から生まれる。そうですね、それを超越した時には本当に一番いい演奏できるんだと思います、うん、はい。アンサンブルアルフィーネで、はい、始められた、ジェンバーオーケストラですけど、はい、カンマクライスアルフィーネという、はい、カンマクライスアルフィーネというのは、ね、はい、このアルフィーネという名前を残しながら管楽器だけの80奏とか90奏、まあ、50奏も含めてですけど、管楽器だけのアンサンブルを、本当はこれをやりたかったんですよね。それで関西室内楽を作って仲間を集めて、はい、まあ、最初は大学 の同窓生とか先輩後輩でやり始めたんですけども、まあ、それが一番やりたくて始めたカンマクライさん、これ未だにもう30年、まあ、40年近くやってますけど、はい、日本一長い木管のアンサンブルだと思います。ああ、それは河野さんの誇りでもありますよね。まあそうですね、演奏の内容は分かりませんけれども、いやそんなことないです。長く続いてるのは確かです、はい。で、まあ、プロの皆さんに対するそういう向かい合い方もあれば、はい、アマチュアオーケストラの方たちのために、うん、山並グリーネ管弦楽団という、こちらも指導されてるんですね、はい、そうですね、今棒振ってるんですけど、僕は指揮者なんかになるつもりは全くなくて、紹介あった国際音楽祭をやるための条件として、そこでアマチュアのオーケストラを指導するというのが条件だった、はい、それが始まりです。ああ、南山城村といいますと、そうです、京都の村です、まあ、緑がいっぱいといいますか、田園地帯といいますか、まあ、そう、田園というより、ちょうど4県滋賀県と京都府、三重県と奈良県にまたがる、そこで始めた音楽祭で、そのホールがね、黒川紀章さんが作られた音楽専用ホールみたいなホールなんです。団員の皆さんは南山城村まで通ってらっしゃるんですか？そう、帰ってくるんです。もう昔は神戸から帰った人も、京都、大阪、奈良、あと、まあ、滋賀の方からも来る方も、三重県から来る方もおらん、はい、でもそれだけ時間をかけてももっと帰ってくる楽しみがあるという、うん、定期演奏会はでも今のところはちょっと、まあ、今はねコロナですけど、はい、もうやり始めた頃は年2回で、まあ、それでちょっとみんな年ってきつくなってきたので、まあ、年1回です。はい、そうですか。はい、それとあと出張コンサートを毎年三号町という奈良の、奈良の三号町、はい、大学やってますし、はい、その前は伊賀、はい、上野かな、うん、上野で大工もやってましたし、はい、結構いろいろやって、それと町村の中を巡回してコンサートを野外でやったりします。でもそうやってお伺いしてると、河野さんって、はい、関西のクラシック音楽文化にこう根付かせることにすごい力を注いでらっしゃるんですね。なんか偶然そうなったような感じですなんかそれは何も思ってなかったんですけど、ちょこちょこ声かけてもらうたびに、まあ、僕はなんでやり始めたらやめるのが嫌なのでずっと続いてるっていう感じです。ああ、アルフィーネですね、最後までやるということですね。はい、今日はオーボエ奏者で指揮者の河野正隆さんにお話を伺いいたしました。それではここで1曲お届けいたします。関西室内楽協会の管楽器のメンバーの皆さんの演奏で、プーランク作曲オーボエソナタ作品185第一楽章エレジーです。お聴きください。
ドルチェクラシックチャンネル、あなたからのメッセージをお待ちしています。音楽にまつわるお話、日曜の朝のこと、メッセージにしてお寄せください。宛先は郵便番号 530-8004、 530-8004、 ABC ラジオドルチェクラシックチャンネル。メールの場合はすべてアルファベット小文字です。クラシックのクラ CLA@ABC1008.com です。ご紹介した方には ABC ラジオから記念品をお送りいたします。来週はドルチェ楽器代表取締役安川徹さんにスタジオにお越しいただきます。ご案内は坂口佳純でした。ドルチェクラシックチャンネル、この番組は管楽器の専門店ドルチェ楽器の提供でお送りしました。